カンポベロ島は、カナダのニューブランズウィック州シャーロット郡に属する島。アメリカ合衆国の国境に近いファンディワンの湾口に位置し、米国のメイン州本土と佳境接続されている。19世紀末から20世紀にかけては、北米東海岸の高級避暑地として栄え、とりわけ米国元大統領、フランクリンデラのルーズベルトゆかりの島として知られる。人口は2016年現在。 872人。ファンディ湾の内湾、米華国境にまたがる、パサマコーディ湾の内部にある、小さな島々の中で、最も外側かつ、最大の島である。島の大きさは、南北1 4トル東西は最も広い場所で5キロメートルで、面積は39.6平方キロメートル島の南東部、ファンディ湾の入り口にはさらに大きなグランドマナン島があり、 また島の北西にはこれらに次ぐ大きさのディア島がある。西は国境を隔てて、ベイリオムース島の町、イーストポートに向かい合う。北岸には、断崖絶壁のイーストクオディ岬が、西には、チャーリー岬及びマルホランド岬灯台がある。島の南西岸からは、ルーベック海峡を隔てて、目と鼻の先に、米国最東端の町、ルーベックを望むことができる。7 海峡の最強部はわずか600メートルほどである、62。ルーベック海峡とフランクリンデラのルーズベルト橋、カナダ本土及び他の島々との道路接続はないが、フランクリンデラのルーズベルト橋により、対岸のルーベックへは、陸路で渡ることができる。夏季のみ、ディア島を経由して、レペテへと2回のフェディ乗船によって、国境を越えずに、カナダ本土へと渡ることができる。 2017年にボートが沈没した影響でフェリーが一時休校状態にあったが2019年に復旧している。なお、カナダ国内でアメリカ合衆国以外への陸上交通を持たない地域としてはこの島の他にケベック州のサンデジがある。住民の大半は漁業、農業もしくは観光業に従事している。島にはいくつかの良好があり。 ウェルシュプールとウィルソンズビーチという二つの漁業集落がある。島の観光施設としてはヘリング岬州立公園及びルーズベルトカンポベロ国際公園がある。校舎は1964年にルーズベルト一家の別荘跡地などを利用して創設された記念公園でリンドン・ジョンソン米大統領とレスター・ピアソンカナダ首相の臨席の下に開園式が行われた。 米華両国の条約に基づいて二国共同の委員会による管理がなされている世界に類いを見ない国際公園であるパサマコーディワンの東側にはラブラドル海流が深海域にア寒帯の冷たい海水を運びそれによりこの地域では最も冷涼な夏の気候と濃霧がもたらされるこれらの条件によってはるか北方のニューファンドランド島や高地で見られるような 岬の寒木国や沿岸の流気で探知を見ることができる。さらに、潮流がもたらす栄養素の優勝のため、公園周辺の水域は東海岸でも有数の無脊椎動物の宝庫となり、栄養豊富な海水が鳥や魚や海洋哺乳類の多様性を支えている。島は大西洋を渡る渡り鳥の通過点にあり、島内では猛金、海鳥や ウグイスやヒタキの類をはじめとして、およそ160種の鳥類を見ることができる。うち半数以上の種は、島内で繁殖を行う。島の沖合では、大西洋セミクジラなどのクジラ類が回遊しているが、これらが漁網に絡まる案件も起こっており、島を拠点とする、ホエールウォッチングの観光案内を兼ねた、レスキューチームが組織されている。島はもともと、 アメリカ先住民のパサマコーディの拠点で先住民の言葉ではイバヒュイとアボダーソキクトと呼ばれていた。ミクマクやアベナキが先々権を主張したこともあるが彼らが定住的に生活していた考古学的証拠は見つかっていない。島を訪れたと伝えられる最初のヨーロッパ人はサミュエル・ド・シャンプラント・ピエール・ドゥ・グアド・モンであり彼らは1604年に 近隣路線とクロアジーマに暫時的な居留地を建設した。フランス人はこの島をポール・オコキーへと名付けている。七百十三年、スペイン継承戦争後のユトレヒト条約によって、島はイギリスの統治下に入り、フランスのアカディア植民地に代わって、ノバスコシア植民地の一部に位置付けられた。しかし、この地域への定住者が現れるのは七百五十九年に、 ケベックでイギリス軍がフランス軍を破った後のことである。旧。1770年、英国海軍士官のウィリアム・オーウェンに島が授与され、彼によってカンポベロ島と命名された。カンポベロとは、ノバスコシア総督、ウィリアム・キャンベル教の名に由来する。キャンベルは、スコットランドゲール語由来のせいで、曲がった口を意味するが、ここでは同時にイタリア語やスペイン語のカンポベロも、 かけている。1784年のニューブランズウィック植民地の創設によって、島は新制度の下に置かれ、アメリカ独立戦争の難を逃れた英国王党派の援助もあって、18世紀末までに集落が発展し、経済的繁栄を喫した。密輸はアメリカ独立後の島の繁栄を支えた主要因の一つであり、島の所有者や税務管理者もこれを黙認していた。 66。米英戦争中、英国海軍がメイン地区、ペノブスコットカワイ,イ北の沿岸を占領したが、戦後、沖合の島々を除いて、これらは返還された。1817年、アメリカはファンディ湾の島々の領有形を放棄し、一方イギリスはムース島を含むコブスクック湾内の島々を返還した。 1866年、アイルランド共和派の秘密組織フィニアン同盟の党員700人、あまりがイギリス地下の島を占領することを狙って、カンポベロ島対岸のメイン州本土に上陸した。ハリファックスから英国艦隊がすぐさま駆けつけ、軍事力を持って同盟軍を打ち払った。この一件によって、ニューブランズウィックの防衛の必要性が再確認され、 翌1867年にノバスコシア及びカナダウエスト、カナダイーストの各植民地を統合してカナダ自治療が樹立されるに至った。カンポベロ島のフランクリン・ルーズベルトカンポベロ島は常に経済の大部分を漁業に依存してきたが1880年代になるとパサマクオデ湾岸の観光業へのポテンシャルが認識されるようになり、コロを同じくして 近隣のセントアンドリューやバーハーバーのリゾート建設が行われるようになった。アメリカの投資家による島内の不動産の購入により、近隣のリゾートに比べると小規模かつ高価ながら、カンポベロ島もこうした開発の拠点に組み込まれた。豪奢なリゾートホテルが建設され、島は巨万の富を築いたカナダアメリカの富裕層向けの人気の避暑地となった。こうした富裕層の中に、 ニューヨーク出身のジェームズ・ルーズベルト一世とその妻サラ・アンデラノがいた。サラ・デラノにはメイン州に多くのいとこがあり、カンポベロ島は彼らの家族が気軽に訪ねられる夏の保養地であった。1883年、ルーズベルト一家は島に夏の別荘を構えた。彼の息子、フランクリン・ルーズベルトは、 幼少期から成人して別宅を構えるまでカンポベロ島で夏を過ごした。後に大統領となる彼が生涯車椅子生活を送るきっかけとなるポリオの診断を受けたのは1921年8月カンポベロ島でのことであった236。大統領の任期中に彼が島を訪れたのは一度だけである。彼とその妻、エレノア・アルーズベルトの第五子である フランクリン・ジュニアは、1914年8月に、カンポベロ島で生まれている。秘書地としての島の黄金時代は、投資家が没した1915年頃、終わりを迎え、リゾートは、その後ニューヨークの企業に払い下げられて1930年まで、存続した。1962年には、大統領の名前を冠した橋が、メイン州と島の間に開通し、その2年後には、 アメリカ・カナダの共同で、ルーズベルト・カンポベル国際公園が創設された。11。島の唯一の幹線道路である修道774号線は、佳境を経て、米国本土最東端の町、ルーベックに通じている。フェリーの休行期に島からカナダの他地域に行くには、国境を2度超える必要がある。カナダ本土で買い物をする場合、 オレンジなどの食料品及びペットの数品目は、アメリカの税関で輸入が禁止されており購入できない。家畜の病気の際には獣医にかかるために、国境で検疫が必要なだけでなく、配管工や電気技工士なども島へ呼び寄せるには、引き受けてがいないなど、住民に困難をもたらしている。島民への郵便物はアメリカを経由して配達される。2019年9月には、島を行き来する。 郵便物の検閲が行われるようになり、住民から避難の声が上がっている。カナダにおける、思考用大麻合法化との関連を指摘する者もいるが、米国税関国境警備局は理由を明らかにしていない。教育施設としては、K12 のカンポベロ島一貫校が1個を所在する。ありがとうございます。